いいわ、アドバンスないけど、うん、印税のこのパーセントだけ増やしてもらうように交渉してくれって言ったら、うん、ネオミがね、うん、切り札は自分から出しちゃダメよって言ったよ。その時に、うん、かっこいいと思うわ。こんにちは、IC4 デザインです。僕たちは迷路探偵ピエールという本を出しています。これは世界で翻訳されて、この前海外では3冊目が出ました、僕たちは日本の出版社と海外の出版社とそれぞれ直接両方と契約しています。これはすごく珍しい例だと思いますので、今日はその辺の違いだったり驚いたことだったりしたことを話します。どうして海外の出版社から出版したんですか？どうせやるんだったら海外で売りたいっていうのがありました。それで一番最初にまあ声をかけてくれた長岡書店さんと話を しました。で、これ海外で出す気ありませんかって言ったら、うちはまあ日本でしか売る気ないんで、海外はもう自由にしてくださいっていうふうに言ってくださったんで、じゃあ海外はもう自分たちで営業しようと思ってました。さて、どういうふうに営業しようと思ってたかというと、まずは長岡さんから本を出版してもらって、それに付箋をこう全部に貼って、まあ世界の出版社に営業かければいいかなとか思ってました。送るってこと？送る。で、それはまあいっぱい出版社あるけど、どれか分からんけど、まあ、例えばアメリカで10社イギリスで10社ドイツに5社とか、1カ国1カ国送らんといけんのかなと思ってた。その時はね、その各国に各国に、うん、でいっぱい営業せんにはいけんと思っとって、うん、いっぱい本自分の本買ってそれを営業せんにはいけんなと思っとったんよ、うん、作り始めたって半年か1年ぐらいした時期にイギリスの出版社から迷路とウォーリーを咲かせを混ぜたような本を出さないかというオファーをもらって、でその時にあるよ今書いとる本がって言ってメールしたら、もうすぐ契約書って言われたっていう。契約書はメールで送られてきたんだけど、うん、PDF で来て、うん、プリントアウトしたらおおっていうぐらいあって、うん、いざ読んでみたら、うん、もう単語一個一個が難しすぎて、まあね、日本語の契約書でも読むの大変だと思う。すごい大変で、もう毎日あのテーブルで、うん、もうにらめっこしながらこう読みよったんだけど、うん、もう頭がずっと湧いとるような感じで、うん、うわどうしようどうしようって読みよったら、うん、その当時オフィスシェアしとったネオミっていう女性がおって、うん、アメリカ人のね、アメリカ人のハーバードだけどね、そうハーバード卒のこれはこうこうこういう内容でみたいな、すごい分かりやすく説明してくれて、うん、すごいよね。そうで、この条件だったらこういうふうに交渉してみようかみたいな、うん、もうすごい間に入っていろいろやってくれて、うん、赤入れてくれたんや。そうそう、うん、ここが大事と。お父さん弁護士じゃけん、そうそうそう、なんかあったらちょっと聞けるしみたいな感じだった。おじいちゃんフリーメイソン、まあ、それはいらん情報だけどそれでやっと分かって、うん、最初の契約書からまあすごいいい条件で、どんな条件を変わりました？ロイヤリティのパーセンテージを決める契約で、うん、何部から何部まで売れた時はパーセンテージいくらにする、うん、で何部以上売れたらパーセンテージここまで上がりますとか、うん、あとは印税前払い金ということで、こう制作中に、うん、まあ一応前払い金が入った方がいいでしょうっていうので、うん、アドバンスっていうの？アドバンス、うん、二次使用みたいな話が書いてあって、うん、その映画とか演劇とかゲームとかに使われる場合の条件がすごい書いてあったりとか、うん、その辺も見るだけでワクワクするよね。まあね、こっちはね、その展開映画だったらどうするのか。そうそう、契約は全世界の版権をうちにくださいと、全言語でうちに売らせてくれる権利をくれっていうのが一番最初に言われたことなの、うん、一番最初に言ってくるよそれを。そこの感覚に俺はちょっとゾクゾクっとして、うん、要は日本ってその時長岡さんだけじゃないよ、そのほとんどの出版社もみんな日本の国内のマーケットしか見てないわけよ、うん、でも当時からイギリスの出版社は全世界で売ろうとしてる、うん、そこのスタンスにはちょっと日本大丈夫かって一瞬思った。契約書の中に印税の話も当然あるんですね、うん、ある。一番怖かったのはそれで、うん、とにかく売れんかったらもう逆にお金いらんぐらいの気持ち、アドバンスなんかいらんって思っとった、うん、で売れたらその代わりちゃんと売れただけの報酬が欲しいっていうのがもう俺のスタンスだったよね、うん、でそこは強気になれたのは日本で出版できるっていうもう保証があったけ、うん、まあ決まってなかったんだけどね日本で絶対出版されるじゃろうって俺は思っとったけすごいよね。まあ
海外は売れたら儲かればいいって思っとったけ、うん、何回も5回も6回もやり取りしたら俺ももうネオミにも申し訳ないし、うん、ローレンス・キングにも申し訳ないっていうのが、うんうん、彼らはダブルスタンダードで編集と契約部門があるわけ、うんうん、マネジメント部門、うん、契約書はマネジメント部門とやり取りして、うん、編集はどう？うまく契約できた？アドバンスしっかり用意したからねっていいことしか言ってくれるの、うん、作者と編集者の関係は契約部門が一緒で、ね、うまくやりたいじゃない、うん、そしたら契約部門こっちから来るじゃない、うん、そしたら契約部門とずっと揉めとったらちょっとなんかエリザベスに対して編集者の、うん、申し訳ない気持ちになるけ、うん、もういいよって言って、うん、もうこれでもういいなかなかうまく通らんけ印税が、うん、ネオミにもうアドバンス俺らいいわ、うん、アドバンスないけど印税のこのパーセントだけ増やしてもらうように交渉してくれって言ったら、うん、ネオミがね、うん、切り札は自分から出しちゃダメよって言ったよ。その時にかっこいいと思わずに英語でね、うん、でその時に俺はうわアメリカ人と交渉して勝てるわけがないって思った、うん、でネオミが結局そのまま出した、うん、印税のシステムって一緒日本と印税はこれ全然違うよ。日本は印刷した時に印刷の部数に合わせてお金をくれる、うん、1万部刷りますって言ったら、うん、だいたい普通の書籍の場合は 10% もらえる、うん、たら1万部かける100円ない、うんうん、1000円の本はうん、そしたらもう1万部かける100万だろ、うん、100万の印税って大体もう計算できるんよ。その吸ったら1万吸ったら100万円税印税が振り込まれる。で重版決まったってなったらお金入ってくるってこと。そう重版っていう言葉はもう最高の言葉だよ、ね、日本人からしたら、うん、重版出退ですって言われたら、例えば5000部刷りますって言ったら、はい、まあ1冊1000円としたら、うん50万円入ってきますってことなの、うんうん、もう確定ないよ、うん、で大体その印刷出版の印刷しましたっていう翌月かなんかにうちだったら入ってくる、もうすごい早い、すごい、ね、うん、すごい親切、うん、ものすごいありがたい、うん、で売れんかって在庫になってもうちは関係ない、うん、印税としてはそう。ところが、うん、イギリスはどうなっとるかっていうと、うん、これは販売に対する印税なの、うんうん、すごいシビアなの、うん、一冊まで全部出るで、アマゾンでディスカウントされましたって言ったら、うん、ディスカウントされた価格からのパーセンテージなんや。どうやって30以上の国で販売するんですか。これは2015年版のローレンス・キングのカタログで、まあありがたいことに僕らの絵が表紙になってるんですけど、ブックフェアのためにカタログを作るってそう、もう常に出版をしとるとか今から出版するもののリストがあって、ここにうちの本も紹介されてます。でここにね、実はね、ライツって書いてあって、ライツソールドフレンチイタリアン、これもうフレンチとイタリアンは出版が決まってますってことね。2カ国語で以外の言語は売りますよっていう。でこの辺の他の本を見ると、これはこの本は Already Available って書いてあるだろ。これは全言語売れますよ、まだ1カ国も出てません。こういう風に言語で書いてあるっていうことのから分かるように、まあ30言語っていうと英語でもすでに3カ国から4カ国出版されてるんで30カ国以上っていうことが推測できるんですけど、例えばスペインだとカタロニア語とスペイン語と2言語発売されとったりっていうこともあるんで、一つの国で2言語別の出版社が出してるっていうこともあります。なぜ日本語版と海外版でサイズが違うのですか。はい、これが日本語版です。これが英語版です。こんだけサイズが違います。これは実は見てください、これが日本の本棚です。本棚の中にこれが使えない。要は本屋さんの本棚に入らないと本屋さんが置いてくれないからだ。これが日本の本屋さんで通常本屋さんの自動書の棚に入るノーマルサイズ、これがイギリスの本屋さんの棚に入れてもらえる最大サイズでやってます。もちろん出版社が自信があったら特大本とかで出す場合もありますけど、まあこうしておいた方が本屋さんが置いてくれやすい、まあ引き取ってくれやすいっていうことから、その返品率を考えて日本はこのサイズがマックスです。ちなみに、うん、色って全然違いますよ、うんうん、ここがもう出版社の考え方だと思うけど、うん、日本は発色がすごい綺麗、これは同じページで見たらもう
そう、うん、結構違うよ、ね、うん、だけど子供らが触った時の雰囲気風合いだったりとか家に置いとった時の雰囲気があるのはイギリスは、うん、で日本はもうきちっとした日本製っていうだけの作り込みのクオリティと発色、もうこの発色の良さ、あと多分ね、あの子供がベタベタした手で触っても、そう、ちょっとコーヒーがついても牛乳がついてもこう拭けば大丈夫日本車日本車でこっちはかっこいいけど汚れたらもう汚れっぱなしみたいなね、うん、でも手触り良くて馴染みがいいっていう、うん、じゃあそのどっちがいいかっていうのはもう本当に好みと考え方の違いなんで、まあ、僕らは両方あるんで、あ、違う違いって面白いなって思った、うん、でもなんか大きいので出してほしいな、日本のその発色で本当にね、うん、これもそう思う、中川さんお願いします。絵本出版したい人はどうしたらいいんですか。本って絵本、児童書って1日何冊出とるか知っとる。1年で5000冊、児童書だけよ、日本で、うん、で、1日にだいたいここで書いてるの 13.7 冊毎日新しい本が出版されてるのね、うん、そしたら1日に 13.7 冊出て年間に5000冊出るうちの1冊なの、うん、でも大きな本屋さんでも児童書のコーナーってそんなにあるわけじゃないじゃん、うん、そしたら毎年毎年5000冊近くの本が出版されて本棚に残るのってすっごいこう狭きもんなんで、うん、で本棚に置かれるだけで狭きもんなのに、それが1年2年3年ってずっとそこに置いてもらえるのって結構奇跡に近いの、うん、まあそこを忘れられんために2巻3巻4巻って出すと、うんうんうん、2巻出したタイミングで1巻も増刷してくれたりして、それでまた本屋さんに顔が出るっていうようなことの繰り返しだけ、結局出し続けれるかどうかっていうのはすごく大事。そうね、3冊目が出るタイミングで10巻とかなったりとか、だいたいそうなるよね、で1冊が目が結局ずっと一番売れとるっていう状態になるんだけど、結構そこはもう本当に奇跡みたいなもんだなと思うね。もちろんそのコマーシャルのイラストをやって、イラストレーションファイルだったりとかいろんなところに自分の作品が、まあ、世の中に出とると、出とるけんこの絵とこの作家がつながったと、うん、じゃあこの人だったらメール本 作れそうなよねっていうのでオファーが来とる、ね、うん、あとはそういう作家活動をもうすでにしおる人だったら、そのコネの中でその出版社さんなんかと知り合ったら、私絵本出したいんですって言うと、出版社さんもじゃあまあ見せてよっていうところのきっかけにはなるけ、それでまあこうある出版社さんなんかは、僕は本当はその人と一緒に仕事したかったんだけど、なかなかこう一冊作るのにすごいコストがかかるけ、じゃあちょっとアリサが面白い絵描くけ、アリサとスギが今こういう企画があるんだけどどうって言ったら、あ、じゃあ一緒にやりましょうかとか言ってくれて、まあ一応来年絵本を出すことでまあ進んどると。だからそういうやっぱりあの人との知り合った中で自分からアピールするっていうのはすごい大事なことかな、そうだ、ね、うん、このピエールを出すことでまあ印税がたくさん入って、このピエールさえ書いてれば印税で食えるっていう世界を目指して頑張ってきたんですけど、まあ正直世の中そんなに甘くないという、まあその本屋さんに本が置かれるだけでまあすごく大変なこと でそれを売り続けていこうと思ったら、また次の新しい本を出版したりとかしなきゃいけなくて、まあ思った以上にこれは大変で、そんなに甘くなかったなというのが現状です。ただいいこともあって、やっぱりキャラクターを持たせたことで、今度来年の3月にゲーム化されます。これはもうビデオゲームとして、まあ、任天堂のスイッチのダウンロードだったりとか、タブレットだったりとか、 PC ももしかしたら出るかな、 Steam でも上がったけ、そういうので発売されます。でそういう風に広がったり、パズルや塗り絵だったりとかシールブックになったりとか、そういう風にどん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 一応広がってはいます。でもしかしたら、まあ、僕が一番夢なのは映画化されて、で印税が入ってくるっていうのが夢ですけど、まあそこはまだまだ先の話で、まあ今出てきてるのは海外のこうピエールを見たよっていう人が仕事のオファーをくれたりすることがちょっとずつ出てきました。コマーシャルの方の
だからそういうところで言うと目に見えないところでいろんなこう浸透していってくれてるのかなと。だからまあ書いてよかったなとは思ってるんですけど、思ったほど世の中甘くなかったなというのが正直な感想です。次回作期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、終わり。水泳教室ね、いつも。はい、こうやって終わりな。マミオさんこうやってやるの知っとる。三三七拍子知っとる。ディッディッディッ、おい、三三なのね。それやるんよ、なんか日本の日本のカルチャー。